はい、こんにちは。今日はですね、キャノンの EOS M200 で花火をきれいに撮影する方法を説明したいと思います。で、今回はマニュアルの設定でポイントを抑えることで簡単にきれいな花火を撮影することができるので、ぜひチャレンジしていただければなっていうふうに思います。まずはじめに必要なものとして三脚が必要になります。三脚がなければ写真自体がね、ブレてしまいますので、しっかりした三脚に越したことはないんですが、いいもので数千円とかであるので、三脚の方は用意していただければなっていうふうに思います。撮影のうまくいくポイントを説明したいと思います。まずはですね、撮影する場所ですね。そこのね、場所でしっかりと花火が収まるのか、好みもありますが、地上もね、しっかり映ると、見栄えもいいのかなっていうふうに思ったりもします。で、自分がどのような写真を撮りたいのか、自分のね、好きな花火の画像を見つけて、構図をイメージしておくといいと思います。で、ポイントには、縦で撮影するのか、それとも横で撮影するのかっていうことです。フィナーレだとね、横に大きく広がって、横でこうやって撮影すると、ダイナミックにね、撮る。ことができると思うんですけど、一発だけのね、花火だと、ちょっと寂しい感じがするので、綺麗に、撮ることができると思います。それでは一番重要になる、設定の方法を説明していきたいと思います。まずはですね、ここの、左の上の画面をタップしてください。こういうアイコンがありますので、ここをタップしてください。こういう画面が出てきますので、ここの画面を上の方をスクロールして、M っていうものに選んでください。これはすべてマニュアルで設定するっていうモードになります。はい。まずは ISO ですね。ISO はここの一番右下ですね。この画面をタップして100にしてください。あとはセットで、ここのセットで OK をしてください。次にここの F 値ですね。F 値はここをまた画面をタップして、画面をこうやってスクロールして、10でいいと思います。はい。で、またここのセットを押してください。次はシャッタースピード。になります。はい。シャッタースピードはここの一番左下ですね。ここを押してください。で、またこうやって左にこうやっていって、バルブっていう、モードがあります。これはバルブに設定をしてください。バルブに設定して、またセットをしてください。はい。これで、設定の方は完了しました。はい。で、このバルブっていうモードは何かっていうものかと言いますと、シャッターをね、こうやって押してる間ずっとシャッターが開きっぱなしになっております。はい。で、そしてシャッターを離すと、このようにシャッターが切られます。その、今、例えば7秒間ぐらいだったと思うんですけども、その7秒間に映ったものが1枚の写真として収まります。バルブっていう機能になります。三脚を固定をして、シャッターを切っていくんですけども、シャッターを押すタイミングですね。ピューって上に飛んで、花火が上空で開いて、そして、消えるのを確認したら、シャッターボタンを離すと、いいと思います。これが綺麗に撮れるポイントのタイミングになります。もう一度説明すると、ピューって上に飛んだと同時にシャッターを押します。で、ずっと上に飛んでいる間も押し続けて、そして花火が上空で開いて、んで消えた瞬間、消える頃ですね。消える頃に離してください。はい。そうすると、綺麗に撮影をすることができます。で、この時に、まず写真を見てください。どういう写真を撮れたのかっていうのを確認してください。暗いっていう場合はですね、F 値を下げることによって明るくすることができます。また ISO でも明るくすることができるんですけども、まずはね、F 値をもう少し下げてもいいのかなっていうふうに思います。ISO でも上げることができますので、どちらでも明るくすることができます。明るすぎるっていう場合ですね。明るすぎるっていう場合は、もう少し F 値を上げることで、F 値を高くすることで、暗くすることもできるんですが、あまりね、上げすぎてしまうと画質が悪くなってしまいますので、その辺は気をつけてください。はい。このようにして、調節をできます。もう一つ、うまくいくポイントなんですけども、このカメラとスマホを連携させて撮影をしてください。スマホでね、こうシャッターをこうやって押して、そして、また押すと、こう、シャッターが、切れるっていうモードがありますので、これで撮影をしてください。なぜかと言いますと、こうやって手でシャッターを押すと、カメラ自体にブレが生じてしまいます。ブレが生じるっていうことは、写真にもブレが生じてしまいますので、スマホと連携させて、写真を撮ってください。そうすることでブレを防ぐことができます。ポイントとしては、最初のね、一発目の花火の時に、どれぐらいの設定なのかっていうのを、テストでこうやって今の明るさとかを、決めておいてください。その後のね、花火も綺麗に撮ることができますので、最初に、決めておいて、またフィナーレはね、当然明るくなるので、その辺はね、その辺は F 値を上げることによって、
もう少し暗くしておくと、フィナーレも初めから綺麗に撮影できるのかなっていうふうに思います。で、ぜひ挑戦していただければなっていうふうに思います。はい、今日の説明は以上です。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。